はい、皆さんこんにちは。愛の部屋へようこそ。今回の放送は最近の購入品をお見せしたいと思います。ではなんか最近って言っても正直どこまでが最近か分からない。多分1週間ぐらい前が最近なのかもしれないですけど、ちょっと最近の多分感覚がちょっと人によって違くて、最近の感覚が分からないので、私的な最近のものの私の感覚の中の最近の見せびらかしたいものをとりあえず見せびらかしたいと思います。はいはい、まず一つ目ですね。一つ目はこちら、デレン、包帯系です。デレン、絆創膏、同じやつですね。これ多分水に強いタイプです。でこれあと止めるやつ、ちなみにここ DM って書いてあるんですけど、 DM っていうのはまあブーツにある薬局があるんですね。そこでブーツの薬局的なやつがあって、まあ、そこで買ったやつです。なんでそこの独自ブランドです。これアクアです。水に強いです。水に最適ですよね。水に強いのが一番いいですね。でこれ包帯です。処置といたしましては、まず消毒するんです。消毒しまして、でこのもう最近ちょっと良くなりつつあるんで、このアクアをね上に乗せます。そしてその上にこれ止めます。でも足に今度やけどしちゃってて、そっちの方はまずアクア対応します。アクア対応、あ違う違う違う、そうそうそう、アクア対応で、ここに薬塗ってそれをつけて、それをまたテープで染めるっていう、もういろんな段階があるんですけど、まあそういう感じです。はい、次2点目ですね。2点目はどうにしようかな、これですね。これマニキュアです。これは これマニキュアですね。はい、これは H&M で買いました。すごいすごくいい色で、これ2本目です。ちょっとはい、2本目です。これですね。次、紐ですね。紐、靴の紐、私コンバースとか普通のそっち系の靴とか好きなんですよ。コンバースとかまあまあいろんな好きなんですけど、コンバースとかの普通になんか紐を変えて履くの好きなんですよ。なんで普通にまあバンズなりコンバースなりいろいろ履くんですけど、そういうああいう感じのタイプの靴の紐を変えて履くのがすごく好きなんです。まあ普通に白とこれ、こういう色ですね、色。はい、次。次買ったのは、このブレスレットですね。これは古着屋さんで買いました。で、そこの古着屋さんが私の大好きな古着屋さんでして、このね、ネックレスも買いました。すごい、お花がいっぱいなんです。こう、頭にもこう、つけてもいい感じですね。花嫁みたいになりますね。はい、次。次も、古着屋さんで買ったやつです。こう、メガネです。メガネとかサングラスですね。いい感じじゃないですか。でもこれなんか一緒にいた子、いた友達がなんか横を一緒に歩きたくないって言われたから一人の時にこれはつけようと思います。はい、次ですね。次は私なんか部屋の模様替えしたら、そのついでになんか匂い物とかにも興味を持ってしまいまして、これですね、アロマです。アロマ、アロマ、めっちゃいい匂いなんです、ね、香水みたいな、まるで匂いがします。はい、次の購入品はみんな大好きワインです。これ美容界だよね。絶対美味しい、どこのか分かんないですけど、まあピノグリって書いてます。はい、であとこれもみんな大好き大好き、これね、一回買ってハマってしまったために私また買いました。ハイボールです。私今このハイボールがね、もう本当に素晴らしいものに感じですね。やっぱこっちにいるとハイボールですね。はい、これちなみに今1本なんですけど、冷蔵庫に3本あります。で次またみんな大好きこちら、レモンサワーの素ですね。レモンサワー、日本ってか前はハイボールばっかだったんですけど、最近レモンサワーの美味しさに気がつきましてね、めっちゃ美味しいんですよ。これはですね、清須桜さんですね。はい、こちらレモンサワーです。めちゃくちゃ美味しい。これ2本目ですね。はい、で、まあ、あとは、まあ、飲むか分かんないんですけど、なんかちょっと安くなってたんでこれですね。ちょっと絵も美味しそうだった、まあ分かんないです。とりあえず今多分友達の友達、好きな子がいるんで、もしならプレゼントしようかなって思ってます。はい、で次はですね、ここに待機しております。こちら、これも古着屋さんで買ったものですね。なんか結構前っちゃ結構前かもしれないですけど、いやでも12月からかな。とりあえず自慢したいに見せます。はい、これもうなんて素敵な色、これもいい色ですね。もう
どっちも早く、これ夏、これは春でもいい感じ、早く着たいです。これをだから着たくて着たくて、もうバタついちゃいますね。はい、で次大物ですよ。大物やばいです。富士フィルムのこちらカメラ買いました。なんか私カメラ、フィルムカメラが好きで、なんか最初フィルムカメラだと思ったんですけど、この写真撮ってすぐにビーって出てくるやつって、その場でこう友達にすぐあげられるじゃないですか。だからなんか、悩んだんで最初、そのフィルムカメラにしようかなって、まあどうしよう、どっちにしよう、どっちにしようって思って、とりあえずでもビーって欲しい、ビー出るやつが欲しかったから、とりあえずこっちにしようと思ってこれに変えました。これはですね、富士フィルムさんですね。はい、これすごい、ちゃんともうちょっと読み方読んで、いろいろいじっていきたいです。はい、で以上です。はい、以上ですね。とりあえず、まあ、他にもあるんですけど、ちょっともう他はほぼほぼ洋服、ちょっと洋服とかなんで、キリがなくなっちゃうんでね、とりあえずこんなもんにしたいかなって思って、あ、でもちょっと一個だけやっぱ見せたいかもしれないんで、それだけ見せますね。はい、で見せたいものこちらです。これこのパンツ買いました。もうこれちょっとね、読み方が分かんないんですよね。ウルバンアウトフィッター、海外の人好きなら多分知ってると思うんですけど、あそこのやつですね。はい、ではこんなとこですね。とりあえず、ただまあ他にもいっぱい探し出したら全然あるんですけど、もう結構洋服が多いんで、それは洋服コーナーでやりたいです。本当はルックブックとか私やりたいんですけど、ちょっとそのカメラを置いて、なんかこう撮ると映んないですよね、全身が。ここまでしか、この辺しかまでしか映んなくて、全然撮れないと思って、まあそのうちやりたいです。なんか自慢したいです、かわいい洋服。はい、じゃあ以上です。次の動画ではまたご飯を作ろうと思ってるんで、ぜひお願いします。じゃあインスタグラムのフォローと、こちらもっともっとピンポンピンポンって鳴らしてください。はい、失礼します。